ご不調ありがとうございます。静かなる防衛。 F3 戦闘機進まない状況に F35 プラス F22 計画まだ健在か。加賀護衛官で演説した防衛外交を日本独自で開発されるか。以前 F35 プラス F22 のいいとこ取りマシンを F3 戦闘機として使用してはどうかというロッキード・マーチン社からの打診がありました。しかしこの計画自体不透明な部分で、お金は日本が、開発費は日本負担、それだと巨額の投資が必要になってきます。しかし日本政府は F3 計画を日本主導で開発する、との方針を打ち出しました。どうせ F22、F35の開発費を出すようなら同じことですよね。で、 F3 戦闘機は2タイプ開発とは言ってませんが、2タイプ開発した方が出雲加賀護衛艦の運用にも適しているでしょう。今後出雲加賀次の護衛艦が作られるはずです。その時に F3 がどれくらい性能作られるかが問題になります。今現在エンジン IHI の方で開発されています。 F22 と同等の性能が
実証されたエンジンが出来上がっています。ですがデメリットはまだ実際に使っていないという、訓練で使用していない、使わないとやはりまだ性能自体わかりませんよね。日本が得意なレーダー類やステルス塗料、心身で実験済みになっています。心身の量産機を作れば すぐにでも作れるんでしょうが、それは今 F35 に置き換わっています。時代とともにステルス性能が落ちる、精度が落ちる、ステルス対ステルスレーダーが開発されると考えていいでしょう。今後10年で戦闘機は大きく変わってきます。アメリカも第6世代を開発に乗り出します。日本も F3計画を打ち出しています。日本がどこまで単独でできるか、米国の移行次第だと考えられます。一番のネックはソフトウェア、やはりソフト開発が今後重要になってくるでしょう。日本が得意な技術の面は技得意ですが、重要とされるのはソフト。このソフトで米国も悩んでいます。
F22 プラス F35 の機体が F3 へと ロッキード・マーチン社の打診は日本が受けないでしょう。もう断言しています。日本も今後10年で大きく独自開発していくでしょう。早く第6世代の F3 戦闘機を見てみたいものです。今日のご視聴ありがとうございました。